あれででしょ、きチャンネルですよねなんか高須クリニックのねきゆき社長の社長かどうかわかんないですけども面白いと思いますよでいろんな時事ネタに食い込んでいって忙しい中ねされてると思うんですよまあ何ていうんですかねあの金があろうがなかろうが立場がよかろうが悪かろうがあの別にそのやるやつはやるっていうかね自分のだから内側にあるものじゃないですかね こう思うと身も蓋もないんですけども生まれながらにしてあの環境に関わらずやるやつはやるし生まれながらにしてダメになるやつはダメになるしで、ね、うまいことなんかこう世の中ってこうブレンドされていくんじゃないかなと思うんですようん何と言いますかねあの大富豪の家に生まれても遺産を資産を食い潰して一代でダメにしちゃう人っていると思うんですよかと思ったらド貧乏の家に生まれても一代にして なお、ね、知らしめる人もいてなり気になる人もいると思いますし、うん、だから環境の影響はないとは言いませんけどもそれ以前にその環境のど真ん中にいる自分がどうあるかじゃないかなと思うんですよ。うん、やっぱねビジネスを戦場に例えるのは適当かどうか分かりませんけども、うん、生き残るやつはいるわけですよね。ででもも平和な世の中でも 脱落っていうかね、こう、不良の死を遂げる人っているわけですよ。私がよく思うのは、今、非常に生きづらい世の中と言われてますけども、昭和19年、20年、毎晩のように空襲があってね、日本中焼け野原。で、欲しがりません、勝つまでは。配給制度ではお米が足りないから闇市に行く。食うのもやっとの状態の中で、 徴兵の赤髪が届く若いお兄ちゃんどんどんね戦場に行ってそれで帰ってこない白い箱だけが帰ってくるみたいなねこれ生きづらい世の中じゃないですかねこれはで戦争が終わったやったー生き延びたぞー戦争が終わった次の日に何らかの事故によってお亡くなりになることもいたと思いますまあこう言ったら本当身も蓋もないんですけどもなんか与えられたカードの中で どうしててていくかってことが常に問われてるんじゃないいかなと思いますよねで三木アさんとかは生まれた環境も良かったんだけどもそのいい環境をさらに使ってるってことなんですよねそこにあぐらをかくんじゃなくて私も素晴らしいと思いますよよく見るんですよあのチャンネルね面白いですよねなんとねお疲れ様です